オエラ・リンダ写本の48ページオエラ・リンダの書は、紀元前2194年から紀元803年にかけての古代ヨーロッパの歴史や神は、宗教について記された古文書を称する写本。コフリジア語で書かれているが、ゲルマン文献学専門家の間では鉄造された義書であるとみなされている。この写本は1860年代に初めて注目のもとにさらされた。 1872年、アマチュア古典研究者のヤン・ゲルハルドゥス・オテマが、オランダ語訳を出版し、この写本が本物であると主張した。それから数年の間、世間では白熱した論争が繰り広げられたものの、1879年には、そのテキストが最近になって書かれたものであると広く認められるようになった。それにもかかわらず、1930年代の、 ナチスオカルティズムを背景として再び公に議論されるようになり、今も、ナオ秘キやアトランティス関連の文献として取り上げられることがある。写本の著者は特定されておらず、その意図するところが、デッチ上げやパロディにあったのか、あるいは、単に詩的な空想を手習いとして残しただけなのかは、分かっていない。2004年、歴史学者のコフィエンスマは、 写本が受容される過程についての検討や新約を含む研究論文でジェマスカードゴッドを出版した。イエンスマは、オランダ人神学者、詩人のフランソワ・ハーハ・シュミットが、真の著者であり、おそらく、一部のフリジア人ナショナリストと正統主義、キリスト教徒を担ぐためのでっち上げであると同時に、体験的かつ今しめのための訓練として意図されたものだと結論づけている。 オエラ・リンダの書の存在が公になったのは1867年のことで、コルネリウス・オベル・デ・リンデがおばを介して祖父から受け継いだと主張する写本を翻訳、出版するために、フリースラントの地方図書館員であるエルコ・フルエースへ引き渡したことが契機となった。フルエースは信憑性に欠けるとして、写本を返却したものの、その後フリジア歴史文化協会の主要メンバーであった。 ヤンゲルハルドゥス・オテマが1872年にオランダ語訳を出版した。オテマは写本がヘトしたコフィリジア語で書かれていると確信していた。この訳本は1876年にウィリアム・サンドバックによって英語に翻訳され、ロンドンのトリュブナー社から出版された。オエラ・リンダの書が世に出てから数年のうちに想定される時代にそぐわない記述がいくつも見つかったことなどから、 写本の真新しい起源が立証された。歴史資料としての価値は否定されても、そのテキストは大勢のオカルティストや想像力豊かな歴史家たちのインスピレーションの源であった。1870年代には、オランダの学者たちの間で議論が交わされたり、書の信憑性に関する新聞記事が多数掲載されたものの、1879年には、議書として広く認知されるようになった。 ドイツにおける需要は、それから40年以上も後の1922年に始まる。ドイツ民族史上主義者であった、オランダ人文献学者、ヘルマン・ビルトによって、オエラ・リンダの章をめぐる論争は復活させられた。ビルトは1933年に、北方人種の聖書と称したドイツ語訳版、ダイ・ウラ・リンダ・クロニックを出版した。1934年5月4日に、 ベルリン大学で行われたビルトの書に関するパネルディスカッションは、ハインリヒ・ヒムラーやビルト、リヒャルト・バルターダレが共に、ナチスのシンクタンクタル・ワーネン・エルベを創設する直接的な誘因となった。ヒムラーのオエラ・リンダの書への系統と、その結果として、ナチス・オカルティズムに結びついたことで、それは、ヒムラーの聖書として知られるようになった。ビルトの書は、 ナチス時代の北方人種研究者たちの間で決して広く認められていたわけではなく、1934年に開かれたパネルディスカッションにおいては熱烈な論争に巻き込まれた。アルフレート・ローゼンベルクとその仲間はこの書を否定し、グスタフ・ネッケルは書籍の出版前にはビルトの仕事を称賛したが、その内容を読んだ後は新聞史上にて厳滅した旨の批評を公表している。 書の信憑性を擁護したのは、ビルトだけではなく、バルター・ビュースと、オットー・フーとも論人に加わった。ネッケルや、カール・ハーマン・ジェイコブ・フリーゼン、アルトゥル・ヒュプナーらは、書の信憑性を論爆する立場に立った。ヒュプナーは、当時において、最も巧妙なギルマン文化研究者の一人であり、オエラ・リンダは偽造されたものであるという彼の裁定は、擁護派の敗北を決定的なものとした。 ヒムラーお墨付きの学説であった、卑怯的北方人種主義が公に論破されたことは、カール・マリア・ビリグートのようなオカルティストを引きつけ、ローゼンベルク事務所に属する、主流派の国家社会主義者から問題視される、アーネン・エルベ創設の端緒となった。ロバート・スクラットンがその著書ザ・アザ・アトランティスにおいて、歴史や神話についての注釈を散りばめたサンドバッハの英訳版を掲載したことで、 オエラ・リンダの書は、英語圏で、再び注目を集めるようになった。また、シークレッツ・オブ・ロスト・アトランドで、スクラットンは初めてオエラ・リンダとアース・ミステリーズの概念、特に、レーラインや地電流と関係づけた。スクラットン以降のオエラ・リンダに関する英語の著述は、ニューエイジや歴史改変 SF といったジャンルであることが多く、ドイツのように国家社会主義と関連づけられることはない。 トニー・スティールは、オエラ・リンダの書の影響を受け、同時代のネオ・ペーガニズムの教えを組み上げた人物であり、彼はこの書が古代ヨーロッパの巨石文化に関する真の事実を明らかにするものだと考えた。ウォーター・ウィッチーズで、彼は、フリジア人の血を引くイングランド中部の運河の民が、文化的アイデンティティの目印として、オエラ・リンダを用いていたと考察している。また、 ザライツ・アンド・リチュアルズ・オブ・トラディショナル・ウィッチ・クラフトでは、オエラ・リンダに書かれている女司祭の宗教的実践を、後の中世ウィッチ・クラフトと結びつけている。オエラ・リンダの書の信憑性を疑う、人々の間で、写本の著者候補として、最も疑われているのは、コルネリウス・オベルデ・リンデ、または、エール・コ・フルーエイスである。 近年になって、第三の候補として挙げられるようになった人物としては、詩人、ピエト・パージェンスの名で知られるプロテスタント伝道者、フランソワ・ハーファ・シュミットがいる。ハーファ・シュミットは生前フリースラントに住んでおり、フルエイスとも知り合いであった。2004年、歴史学者のゴフィエンスマはハーファ・シュミットこそがオベルで、リンデ及びフルエイスの助力を受けてこの書を執筆した、主たる著者であると主張した。 イエンスマによれば、ハーファー・シュミットは、オエラ・リンガの書を聖書のパロディとして意図していたという。2007年後半に発表された、イエンスマの論文では、3人の著者はこの役所を、一部のフリジア人ナショナリストと正当主義キリスト教徒を担ぐための仮始めのでっち上げ、そして聖書を原理主義的にではなく、象徴的に読み解く上での体験的かつ、 今しめとしての訓練として意図していたと述べている。お手間は偽造の手がかりを無視した上で、真に受け、上述した、需要の過程を経て、オエラリンガは人気を博するようになった。現著者たちは、事実を告白することはできないと思い、その書は、新たなオカルト信仰の基盤となった。イエンスマはその論文を、聖書は、人間が書いた書物に過ぎないことを明らかにするために、書かれた本が、 聖書そのものになってしまうとは、全くの皮肉であるという文章で結んでいる。オエラ・リンダの書に一貫して見られるテーマには、天変地異説、ナショナリズム、カボ調整神話といったものが含まれる。そのテキストは、創造神、ウラルダと、地母神、エルザの娘たる女神フライヤに身を捧げた、独身女司祭たちの階層性集団を統括する、ホークマザーの地位を受け継ぐ。 物たちによってヨーロッパやその他の土地が数千年にわたって支配されてきたと主張する。古代フリジア文明がギリシア文字やフェニキア文字の元になったアルファベットを保有していたという主張もなされている。現代の歴史学、とりわけヨーロッパの古代から近代にかけての基地の出来事に基づく基本年表は原則的にそういった主張を無視している。また、地質学や 地理学上の証拠は、オベルで、リンデの時代でさえも、容易に知ることができたが、現行からはそういった証拠との整合性はほとんど、見出されない。オエラ・リンダの書における最後の部分、すなわちフライヤの記、は、紀元前2194年に書かれたと推定される。一方、最も近年に書かれた、ヒデオエラ・リンダの書簡には、西暦1256年との記述がある。 書全体のほぼ半分は、アデラの追随者たちの書で締められており、このオリジナルテキストを中心として他の文書が付け足される形になっている。この章は、紀元前6世紀に編纂されたと言われており、その当時の著述とさらに古い時代の碑文が混在している。最後の二つの章には多数の脱落箇所が見られ、著そのものも中途半端に終わっている。また、 オエラ・リンダの書は、アトランドと呼ばれる伝説上の大陸について記述しており、おそらく紀元前2194年に沈没したとされているが、これは伝統的な聖書年表において、ノアの洪水が起きたとされる年代を19世紀のオランダ及びフリースラントの暦に当てはめた都市と一致する。オエラ・リンダの書は6つの章から構成されており、さらに53の節に細分される。 ありがとうございます。